映像には水槽で泳ぐメダカが映し出されている。小学校の夏休みの自由研究でビデオを撮影していたのだという。メスが逃げてるよ。メダカの関係がだいたい分かった、あなたは映像に映り込んだ奇怪なものにお気づきになっただろうか。カメラを持っていた小学生はしばらくメダカの様子を撮影している。メスが逃げてる。やがてメダカを撮るのに飽きたのか、家の中のものにレンズを向ける。メダカの関係が大体分かった。そして奥の部屋で遊んでいる男の子をカメラが捉えている時、その傍らには不気味な顔のようなものが現れているのである。これは家に住み着いている霊であろう。顔を見る限りでは中年女性の幽霊であると考えられる。さらにかなり霊体が肥大化していることから怨念を溜め込んでいる可能性がある。楽しそうにはしゃぐ男の子のことをあまり快く思っていないのかもしれない。これは東京の学校に通っている姉が帰省し、家族揃って夕食を食べていた時に撮影した映像である。久しぶりの家族揃っての団らんに自然と家の中が明るい雰囲気になっていた。そんな何気ない幸せが記録された映像の中に映ってはならないものが映っていた。
もう一度ご覧いただこう。後方の窓ガラスにご注目いただきたい。うっすらと不気味な表情が食卓を覗き込んでいる。幸せそうな家族の風景を羨む霊が映り込んだのであろうか。この霊が悪意のないものであると願うばかりである。この映像はある家族の団らんの様子である。数年前、子供の卒業式の後に実家を訪ねた夫婦が撮った映像ということだが、しばらくぶりにこの VTR を見た投稿者である父親がありえない映像に戦慄が走ったというのだ。さらに投稿者は後日、この映像にまつわるあることに気づいたという。この実家を訪問した前の年、4軒隣のアパートで水商売の女性が首を絞められ殺された事件があったというのだ。女性は内縁の夫と同居していたのだが、犯人は夫ではなく女性の勤めるクラブの常連客だったという。投稿者はここに映り込んでいるのはその女性の霊ではないかと推測する。久しぶりに孫が大きくなり和気あいあいと楽しむ実家に不気味な人影、もしそれが殺された女性の霊ならばこの映像を供養した方がいいと考えているというのだが、ほらグーパーやって、おばあちゃんにグーパー見せて、ちゃん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 、グーパーグーパーやって、グーパー手離して手離してグーパー、あれだった、あったった、はい、あゆみくんチームパーして、ほら
ますか。フランス、パン、どこまでですか。ビーフシチューも食べます。お分かりになっただろうか、孫と戯れる老夫婦を撮影していたカメラが夫人からご主人に移動する際に後ろの襖の隙間を注意して見てほしい。明らかに人影のようなものが映っている。もちろんその襖の奥の部屋にはここにいる家族以外いるはずもないのだ。あゆみくんチーム、フランスか、もう一度見てみよう。投稿者は実家の両親がその女性と町内会が一緒であったことを聞き訪問してきたのではという。もし被害者の女性の例ならばこの日訪問した理由があったのだろうか。もう一度スローモーションで見てみよう。